パトリック・フリーザッハーは、オーストリア出身のレーシングドライバー。2005年に F1 デビューしたドライバーである。2000年にドイツ F3 に参戦。2001年からの国際 f 3 0参戦時に数度の優勝を飾るなどシーズンを通して優秀な成績を残したことが高く評価された。2005年、ミナルディから F1 デビュー。モナコ GP の予選の走りは素晴らしく。 またミシュランタイヤ勢がレース出場を取りやめたアメリカ GP で完走6位に入賞し3ポイントを獲得するなど随所で活躍を見せそのドライビングは高い評価を得た。しかし持ち込んだスポンサーの経営が悪化しチームへのスポンサー代金の支払いができなくなってしまったためにドイツ GP 以降チームを解雇されてしまった。翌2006年は 競合チームの一つであるウィリアムズのテストに散発的に参加した。A1 グランプリの2005年から2006年シーズンのメキシコグランプリに一戦のみ出走し、スプリントレース9位とフィーチャーレース10位と入賞し、オーストリアチームに3ポイントを献上した。A1 グランプリのメキシコグランプリ以降は参戦せず、2006年をもって一旦モータースポーツ界から引退し、 その後地元のオーストリアへ戻り、実家が経営する配管業の見習いとして働いていた。一旦はレースの世界から離れたものの、2008年からはアメリカンルマンシリーズの GT2 クラスに参戦、現役に復帰している。チームメイトの一人に元 F1 ドライバーのミカサロがいる。また、2008年から2009年シーズンからフェラーリが供給する 新しい A1 グランプリマシンのテストドライバーの一人であった。2018年現在、F1 グランプリウィーク中に行われている、セレブリティ向けの2シーター F1 マシン同乗イベント、F1 エクスペリエンシーズのドライバーを、ミナルテ時代のチームメイトであるゾールとバウムガルトナーと、共に務めている。なお、この2シーター F1 マシンは、ポールストタートが所有している。また、 レッドブル主催の F1 でも走行イベント等でのドライバーも務める。ありがとうございます。